カちゃん、おはよう。おはようございます、さやかさん。ああ、おはよう。昨日はどうかされたんですか？ちょっとばかり風邪っぽくてね。さやかちゃん、大丈夫だよ、もう平気、心配いらないから。うん。さて、今日も張り切って。あれは上条くん。あら、本当ですわ。退院なさったのかしら。ちょっとご挨拶してきましょう。おはようございます、上条くん。退院なさったんですか？あ、うん、おかげさまで。おう、上条じゃねえか。もう怪我はいいのかよ？ああ、家にこもってたんじゃリハビリにならないしね。来週までに松葉杖なしで歩くのが目標なんだ。気になったみたいだね。よかったね、さやかちゃん。うん。ほら、さやかちゃんも声かけてきなよ。あ、私はいいよ。そんなこと言わずにさ。ごめん、ちょっとそういう気分になれないっていうか、ごめん。さやかちゃん、さやかちゃん、やっぱり気にしてるんだ。そうだよね、平気でいろっていう方が無理なんだよね。どうしよう、さやかちゃんを慰めたいけど、なんと言って言葉をかけてあげればいいのかわからないよ。さやかさん、ちょっとよろしいですか？あ、何？今日の放課後、お時間ありますかしら？ぜひお話ししたいことがありますの。別にいいけど。それじゃ、わかった。いつものハンバーガー屋で。はい。新発売のパイ、なかなかの味だよね。ねえ、どうしたの、瞳？さっきから無口なまんまでさ。はい。お話ししてもよろしいですか？あ、うん。なんだっけ、私に話したいことって。恋のご相談ですわ。恋？私、前からさやかさんやまどかさんに秘密にしてきたことがあるんです。あ、うん。ずっとずっと心の内に秘めてまいりました。うん。さやかさんがお見舞いに行かれている時もずっと。ん？私、ずっと前から上条京介くんのことお慕いしてましたの。はっ。そうなんだ。ああまさか瞳がね。なんだ、京介のやつも隅に置けないな。さやかさんは上条くんとは幼馴染でしたわね。うん、
まあ、その、腐れ縁っていうか、なんていうか。本当に、それだけ？私、決めたんですの。もう自分に嘘はつかないって。あなたはどうですか、さやかさん。あなた自身の本当の気持ちと向き合えますか？何の話をしてるのさ。あなたは私の大切なお友達ですわ。だから抜け駆けも横取りするようなこともしたくないんですの。上条くんのことを見つめていた時間は私よりさやかさんの方が上ですわ。だからあなたには私の先を越す権利があるべきです。瞳、私明日の放課後に上条くんに告白します。丸一日だけお待ちしますわ。その間にさやかさんは後悔なさらないよう決めてください。上条くんに気持ちを伝えるべきかどうか。私は、私のことはお気になさらず、さやかさんの気持ちだけで決めてください。どうか正直に。それじゃあ。私は、欲しくないの。だから。あんた、なんで、なんでそんなに優しいかな。私には、そんな価値なんてないのに。さやかちゃん。私ね、今日、後悔しそうになっちゃった。あの時、瞳を助けなければって。正義の味方、失格だよ。マミさんに顔向けできない。もしかして瞳ちゃんとの話って。うん、放課後いつものハンバーガー屋で言われちゃったよ。瞳はさ、京介のことが好きなんだって。ひとみからそんなこと言われても私にはどうすることもできなくて、ひとみに京介を取られちゃう。でも私何もできない。だって私もう死んでるんだもん。ゾンビなんだもん。こんな体で抱きしめてなんて言えないよ。キスしてなんても言えない。さやかちゃん。
ごめんね。ありがとう。さやかちゃんの気が済むまで、いくらでも泣いていいよ。もう大丈夫。すっきりしたから。無理しないで。今日は休んだ方がいいんじゃない？うん。正義の味方に休みはない。さあ行こう。今夜も魔女をやっつけないと。うん。行こう。ここも魔女の結界なの？間違いなくそうだね。強い魔力を感じる。この敵は結構手強いよ。二人とも気を引き締めて。もう一頑張りしなくちゃね。この調子でどんどんいっちゃうよ。次。疲れてるからって油断はしないよ。もう一頑張りしなくちゃね。さーて、もう一頑張りしなくちゃね。
やった。見てらんねえっつーの。京子、あんたはいいからもうすっこんでなよ。あたしが手本を見せてやるからさ。邪魔しないで。あたし一人でやれる。あとは頼んだよ。さあ、いっちょ派手に暴れるとするか。お、何か見つけたぜ。もう一暴れするか。何を笑ってやがる。怪我で頭がいかれたか。キューベイが言ってたのは本当だったんだね。その気になれば痛みなんて完全に消しちゃえるんだ。